古今書いたけ。9月17日大したネタもないのにおチャンネル通信始まりました。最近もうど根書とも会っていませんけれども、先週は運休したんで今日は何かしら喋っていきたいと思います。今日のお題はこちら。最近発売になったカップヌードルのこのミックス味シリーズ、こちらの簡単な実食レビューをしてみたいと思います。数日前にあのコンビニで初めて見つけたんですけれども、その時は一瞬買おうかと思いましたが、今あのセブンイレブンでカップヌードルを買おうとするともう値段があの並盛りで200円以上します。戦争が始まる前はまだ160円台ぐらいで買えてたと思うんですけれども、あのいつの間にか200円を突破していました。160円台でもちょっと高いと思っていたのに、もう200円なんて手が出ません。それで原市に行けばもう少し安く買えるんじゃないかと思って行ってみたら、そちらの方はかろうじて160円台ぐらいで買えましたんで、こちらの2種類を仕入れてみました。このミックスシリーズはなんか4種類ぐらいあるんですけれども、とりあえずこの醤油とシーフードミックスとカレーと味噌ミックス、これがなんか一番無難そうな感じ。残りの2種類はちょっとあんまりそそられなかったんで、まずはこちらの方を試してみようかと。で食べてみたのはまず醤油とシーフードミックス、それぞれもう単品で食べてもう抜群に美味しい味の組み合わせなんですけれども、結論から言うとなんかいまいちでした。もう食べなくてもいい感じです。味がぼやけてて、あの何味かよくわかんない、味が印象に残らない、そんな感じでした。パッケージのデザインが良かったんで期待していたんですけれども、思いのほか、がっかり味以上です。味なんてものはあの好き嫌いなものですから、当然美味しいっていう人もたくさんいるとは思いますけれども、自分に関してはそれほど美味しくないというジャッジをしたいと思います。で、あともう一つ今日は商品を紹介したいと思いますが、こちらセブンイレブンのプライベートブランドの醤油ヌードル、こちらあのもう一つあのシーフード味もあるんですけれども、パッと見カップヌードルのなんかパチモンみたいな感じに見えますが、最近初めて食べてびっくりしました。なんとクオリティでカップヌードルに追いついてます。シーフード味もそうなんですけれども、もうカップヌードルをもう意識した作り味になってます。これ目隠しして食べたらですね、多分7割以上の人があのカップヌードルって答えるかもしれません。それぐらいに似てます、近づいてます、カップヌードルに。製造元があの日清食品かと思ったくらいですけれども、実際は別のところが作ってました。味がほぼ一緒なのに、オリジナルのカップヌードルの方は今はもう200円超えに対して、こちらの方はなんと110円ぐらいで買えてしまいます。もう倍値段が違います。もうこれだとコンビニでカップヌードルは買えません。醤油ヌードル2個買った方が
いいと思います。もうセブンイレブンでカップヌードルが売れなくなっても、もう不思議じゃないとは思いますが、まあそこは圧倒的なブランド力がある、カップヌードルですから、まあ普通に売れるとは思うんですけれども、それにしてもやっぱり200円超えはさすがにちょっと高いんじゃないでしょうか。ちなみにハラシンですと安売りの時で、まあ、130円台ぐらいで買うことができますという、今日も誰得な内容でおチャンネル通信終わりたいと思います。興味のある方はぜひセブンイレブンの醤油ヌードルとシーフードヌードルを食べてみてください。パッケージデザインはまあご覧の通りなんですけれども、もう味の方はカップヌードルに、追いついてます。私はそう思いました。それでは皆様、3連休をエンジョイしていきましょう。それではまた、来週はお休みするかも。バイバイ。